16回、群馬ダービーいよいよファイナル優勝戦を迎えています人気の方は高額1号艇秋山選手から SC タイトルホルダー2号艇山崎4号艇武須島124、12 142この2通りが10倍を切っています ボートレリュートラキーユナイター第51回スポーツ日本杯第46回の群馬ダービー2018年の走り止めいよいよベスト18が水面に登場いたしまして優勝戦の開始を迎えています対戦の6星は1号艇秋山直之2号艇山崎智也3号艇鳥塚隆弘、4号艇留守島誠5号艇が土屋智則そして6号艇が上村淳一以上6星 A です断然の人気1号艇の秋山直之 安定したスタートそして走りを見せまして実に5勝をマークいたしまして断然の人気です2コース2号艇の山崎智也もちろんこのメンバーの中で実績はナンバーワン3コースに3号艇の鳥居塚この地元水面は連続輸出という形でありますが33号機手応えの方は十分です角に引っ張って4号艇のブス島誠こちらも船県の大将から外れず 5, コースから5号手の土屋知り昨年は江戸川の g 1を制して,し,まして記念ウイナーの仲間入りそして最イアウト6号上村淳一大外から配当妙味を連れてまいりますが群馬ダービーファイナル優勝戦枠なりの3対3進入体系定番通り並びの方はインコースから1番、2番、3番4番、5番、6番の体制第12レーススタートいたしました。 スリット通過後若干5コースから5号艇を覗こうかという体制3コースから3号艇を覗こうか3号艇が先にハンドルを入れますさらに5号艇が外内側から2号艇左内の方から切り込んで6号艇バックストレッチ向正面引線堂々しこって1号艇の秋山でありますリードの方は現在4停進ぐらいさあ2番手争いは外枠の2艇か5号艇の土屋それか6号艇の上村純一左内を突いた4号艇のぶ島の接近向正面から2マークの旋回スタートの方は前艇正常です六号艇が先払い体制そして五号艇がげる体制左内の方から今度は四号艇も差し込む体制でありまして今度は 5号艇3社の今度は2番手争いという形になってレースはこれから2周目スタート前提成長早くもぶっちぎり1号艇の秋葉真きリードのも7停進から8停進という形2番手争いはどうなりますか5号艇2号艇さらに内側の方から4号艇最内の方から6号艇も差し込む体勢バックストレッチ向こう上面上位の並びになりますが1番、2番そして3番手争い4号艇さらに5号艇6号艇ももう一度接近してまいりまして最後方から3号艇の鳥塚という並びになっていますが2番手争いは大激戦という形になっています そしてその後に6号艇の上村も追走という形になりまして今、ホーム側に向いていますがやはりこの2番手争いは4号艇の仏士島、2号艇の山崎智也、この SC タイトルホルダーの2人1 4 2か1 2 4の体制がおどけまいを通過いたしましてレースは最終周回です後方5番、6番、最後方3番という体制、まさに1人旅1号艇の秋山、今シリーズは全く資格はありませんでした、2番手追走でありますが4号艇の仏士島内、外握っていった2号艇、佐内野から5号艇の志舘友にも接近してまいりますが1番、4番、2番の体制で向正面中間点です。 二連単の一応の組み合わせは三点四倍三連単一四に七点三倍。これは二番人気、後方向かっては五番三番六番という体制。ラストターンマークをクリア一号艇秋山、二番手追走でありますが、四号艇の山崎。え四号艇のブス島誠、三番手二号艇の山崎。優勝戦の十二レースは一四二の体制でゴールです。今一着で一号艇の秋山五輪。二着に四号艇ブス島五輪、三着二号艇の山崎智也五輪。五号艇津谷智則四着。三号艇の鳥居五着、最高峰六号艇上村六着で五輪です。